ドミニクさん、僕はドミちゃんと呼んでいる和光さん。あれ、ドミちゃんいくつになりました？26です。わけえな相変わらず相変わらず会うたびにわけえなじゃあよろしくお願いします。お願いします。カイさん、この鍋なんですか？セリ鍋って名取でセリが有名で、あ、はい、名取のセリ鍋はセリの根っこまで入れるっていうのが有名というか、はい、そういう作り方らしくて。やば、意識高い系の女子がパクチー山盛りにするみたいなぐらい乗ってたよセリ鍋じゃあ後で食べてみようかな。これはこれは違う、台湾だよ。こっちのものじゃない。これ台湾だった。餃子とかや。ちなみにこの辺の豚汁、はいはい、豚汁は、はい、芋は何ですか？里芋です。里芋かよ。たくじゃがいもなの。ネギは里芋です。お菓子屋さん。一つ紙100円。これちょっと元取れる気しねえな、一つ紙だと。アルポート意外と高いんで頑張ってる。いやちょっと自信ないな。自信ないですね。これ何？あ、え、安い。コーラペットボトル90円ですよ。なんて良心的。山形天童製麺中華そば。すごい、アイスレモンティー。何これ、おしゃれ。ちょっと見るものすべてが面白い。あ、はらこ飯。これなんではらこ飯って宮城の名物なの？なんか鮭取れるの？鮭はいます、ね、でも北海道だよ三陸とも書いてありますよ三陸で取れる、はい、鮭ってこと。宮城も入ってる。たこ飯、はらこ飯、あ、もつ煮。これ900円普通に安いけど、逆に量多くて量多くて手が出ない。同じ牛タン、職人だ。あ、牛タン、職人だったら鮎300円って安くない？めっちゃ食べたい。これは危険ですね、ドミちゃん食べまくってみたいな。いいですよ、どうぞ。あ、沖縄そば。北限のシラス。あ、この北限のシラスが閖上らへんが、はい、シラスが取れる一番北の方らしくて。そうなの？それで有名に最近なってます。初めて知った。ウニいくら丼1100円。ホタテ、この辺ホタテ、ホタテこの辺取れる。ホタテでも朝市で安く売ってるんで。朝取れてるのかな。生シラス丼あるね。あります、あります。釜揚げしらす丼750円、マグロしらす丼500円、特価500円。安いね。丼大きそうな。マグロ丼550円とか普通に安くない？アジたたき丼。ここのね、いいところはなんかあんまり客引きがうるさくないの。やっぱこれいかにも地元民相手にしてますよね。ほんと観光客ばっかのとこはもう客引きとにかくうるさい。500円ハラコメシ、これ500円で安くない？すごい、いくら付きじゃん見ないですよ、ね、すごいな。あ、でっか、でっかいね。生用品だ。野菜3つ付けて2つ付けた。本当に？すごい。1皿500円。ホタテ1000円。ロバタ焼き。あ、そこですね。あ、そこで焼いて食べれるんだ。こじながら購入して、ご自分であの裏に持っていって、はい、村の住みつかのは有料じゃ無料だから。あ、無料で？で、皆さんあれで自分で焼いて食べる。分かんないことはほら、私が教えるから。ああ、はい。
食べ方わかんないんだったら食べて手伝うから。食べるのも手伝うから。食べるの手伝うじゃん。食べるのも手伝うから。それは困ったな。2皿ぐらい食べる。かわいそう。意外とだって食べ方知らないって死んだよ。シホヤムール貝これ安い500円パエリアできちゃう。牡蠣これでかいの1000円安いの。この流れでこの流れで稲田500円。あ安い、タチウオ1本500円、3本1000円。長い。佐竹とかは地元のかまぼこ屋さんなんで。佐竹、はい、これか、ここか。かまぼこは有名ですね。あ、佐竹かま。こっちってやっぱり醤油じゃなくて味噌なの、焼きおにぎりは。うん、そうですね、味噌おにぎりは。それ、特殊ですからね。そうです。あ、焼いてる。特殊な地域ですからね。味噌じゃないからね、普通。醤油だからね、焼きおにぎりは。焼きおにぎりの醤油なんて冷凍物でしか食べない。ごま味噌なんだね。エビ入り水餃子、これ名物だな。8個。ちょっとわかんない。まあ、でも値段的には安そうです。そして人気ですね。朝一用のお小遣いこれいくらあっても足らんな。食べますね。すげえ焼いてるみんな。これは楽しい。鶏肉。すごいな、ちくわとこ入ってんな。具沢山ですね。うん、ちくわと大根。どうですか味のほどは。美味しいです。地元の味ですね。こんにゃく、これあれだね、ちょっと本当なんて言うんだろう、渋いというか苦いというか。そうですね、言ってもお野菜の葉っぱなんで、茎とか。うん、苦いね結構これ。なんだろう、匂いが強くない三つ葉みたいな。わかる気がする。ドミちゃんはセリ食べますか普段。普段って言うと食べないんですけど、実家で冬にセリ鍋とかはします。いい、熱そう。食べるか、猫舌な。いける、無理しないでください。うん、餃子です。水餃子てか分厚いね。でかいですね。小餅あゆ、うわぁ、うん、すごい。たっぷり卵ついてる。ホタテと鮭とシラス。美味しい、予想通りに美味しい感じ。これシラスはなんか始まるよ。セリーチ、セリ、そっちに人がいっぱいいる。あ、うちはなんかもらってるよ。ドミちゃんもらおう。本当に。うちは、うちはどこ？セリ、セリに参加しよう。あ、みんなめっちゃ手挙げてるよ。ほら。今600円のが200円って言いました。なんか何円相当のが何円何個っていうんで。今10個って言いましたよね。あ、光。ピオーネ来た。あ、いくらいくら。あ、当たりました。でででん、これお願いします。196、700円。はい、はい、すみません。あと60です。
ちょっと待ってね。はい。どれがいいか。ブドウどれがいいか。それも一緒か。なんかどれか適当に良さそうな。いいよ。はい、どうもありがとうございます。カマコン。100円、これ安いもん、でかいの。あ、痛い、痛い、これこの辛子痛い。結構で立派、重たい。セリの戦利品ですね、これが。この辺ほら、何もないでしょ、左とかも。もともとはね、家があったんですよね。ここの左手ぐらいに中学校とか小学校とかいろいろあったんですけどね。あ、じゃあドミちゃんの出身もこの中学校とかはこの辺ですか。そうです、そうです。はあ。じゃあな、今もうない。ないです。ここ右行ったら悲しみ。ここ、はい、はい、住宅街の方向けていきます。だから家新しいもんね、もうほぼ。ここはそうですね、もともと復興住宅っていうか団地で避難してた人の家が建ってたりするんで。ああ、なるほどね。多いですまあ全部新しいわ、家が。すごい賑わいだな。ここはやっぱすごいですね。そこなんですか。そこ酒蔵です。酒蔵、はい。ここは売ってるだけかもわかんないですけど、佐々木酒造ってのが昔からここにあって。カレーの誘惑セリ中。あ、ハラコ飯500円、チェックチェック。この料理結構立派ですよ、500円。これなんすか。これのどぐろ。のどぐろだって、のみちゃん。のどぐろだって。くこちらはもう限定で10個だけ。10個だけ。これまあ、これいくらですか。みんな同じ500円。500円。のどぐら感ある？ありますね。柔らかい油、油だ。それ正解、のどぐろ正解。のどぐろ油すごいから。のどぐろ食べた瞬間にすごいきつくなるんですけど。おじさんかよ。おじさんかよ。あ、のどぐろの油でやられる26歳。国際ですよ、国際。9年前は車がたくさん積まれてました。そうか、もうすぐ、もうあと5ヶ月ぐらいです。あれか、10年。これ何。東洋タイヤです。宮城って東洋タイヤなんですか。タイヤの工場なんかあったかわいい。ほら、結構あれですよ、これあのコロナで乗客がいないから結構ですよ、これ。え、すごい、前に出てった。バックしない。その場でターンだ。だからドミちゃん家っていうのはやっぱ震災の時に車ダメになりました、はい、あ、なりましたね。やっぱなるんだ。やるせねえな。逃げよう、まず来るって思わなかったんで、親も逃げなかったりし。え、親家にいたんですか。はい、よく助かりましたね。2回まではさすがに来なかったんで。あ、でも流される感じにはならなかったの。浸水だけ。浸水だけです。あ、家もダメになり、はい、車もダメになりってなったら、もう途方に暮れちゃうわ。その時はもうみんなストレスすごかった。でしょうね。風呂とかも入れないしね。そうですね、2週間ぐらい風呂入れなかったやっぱり。家帰ろうと思ってたら、うん、まあ兄弟から来ないでって連絡来て、うん、津波で。え、もう津波来てた後。来てる時だったのか、水来てるって言ってたんで。あ、来てて2階に避難したぐらいで。あ、だから危ないから帰ってくるんだと。はい、で、はい、まあ、名取市の市役所に親がいたんで避難して、うん、まあ、つい翌日に再会でしたね。その後は親戚の家にご厄介になってました。やべえ。わあ、これはもう飲まれるわ。宮城の
ご当地ドリンクみたいなのあります？牛タンサイダーとか。いやバカかよこの前しじみサイダー飲んだけどさ、全然しじみの味しないのね。もうほんとがっかりした。普通に美味しいサイダー、あ、牛タンサイダー、ずんだサイダー。わあマジだ、ずんだサイダー、牛タンサイダーね。ホヤボーヤ。ホヤボーヤ何これ。あれ昔見てみたいって言ってませんでした？言ってたっけ？言ってました。ホヤボーヤ何これ。ホヤです。そんなキャラクターがおる。むすび丸、これは何有名な？むすび丸は今宮城県のメインのゆるキャラですね。へえ、ほやほや坊や。ほや坊や。ちょっと少しじわじわくるんだけど、これほや坊や。最近宮城のほや推しすごいんで。あ、ラー油、これ食べたことあります？これあります。あ、牛タン？美味しいです。あ、本当に？これ牛タンが何ゴロゴロ入ってるの？入ってます。あー。ずんだジェラート、おやすみ。ずんだシェイクは仙台駅にもありました。ありましたね。これ飲んだ、僕ちょっと一口飲んで、あーダメだってな。ダメでした。甘すぎて。いや、なんかミルクの匂いとずんだの匂いが混ざって気持ち悪くなる。こういうのはおはぎば。いや、聞いたことない。あ、けど、あきゅうのおはぎが。あ、やばい。あきゅうのおはぎ食べに行かなきゃ。やばい。やることいっぱいありすぎるわ。行こう、もう。ドミちゃん、行こう。あれ、下手したらもう見切れてるから。マジで。こっちの人っておはぎってどこで買うんですか？スーパー？うちは作ってますけど、ね、あ、自作？はい。ちなみにおはぎ以外売ってるんですか？ありますよ。あ、あるんだ。スーパーです。あ、スーパーなの？はい。スーパーのおはぎが有名なの？はい。大きさ的にはちょっと大きいかなぐらいのコンビニですけど、スーパー。へえ、そうなんだ。ちょっと待って、これすごくない？ちょっと行列やべえな。名物秋湯のおはぎ、これ大きいんですかね。いまいちこの粉にまみれすぎてて、か、わからないんだよね。だいぶ大きい。だいぶ大きい。1つ2個ずつ入ってて250円かな、税込み。3つで750円だ。あ、きなこね、甘じょっぱい。きなここれ捨てるのもったいない。ちょうどいいですか、これもう。あの餅でも買ってここに漬け込みたい、余ったやつを。このしょっぱさがあっていい。もうこうなったら断面積を、表面積を増やして漬けまくる、漬けまくる作戦。あったかい、これ。あ、うまい。これでも普通に見たら何が眠ってるか分かんないですね。分かんない。ほじくり返す。こぼしちゃダメだよ。あー、でっかい。もうこのあんにきな粉かぶせよ。もうもったいないから。よし、こんだけ使っても全然余ってる。定規豆腐店並んでますね。油揚げ。あ、これ七味だ。ダブル、どっちも七味だ。あ、こぼれ、こぼしてまくっちゃった。え、醤油？ババン。いただきます。うまい、うまい、香ばしい。なんだろう、油が結構なんかまろやかな感じがあるの。ふりかけというのがありますよ、これ。ふりかけ、七味だね。ふりかけも七味でした。すげえうまい。食べ歩きしなければ2枚は食べますね、これは。油っこいけど醤油が美味しくて。これ醤油美味しいね。美味しいです。何なのこれ。なんか
なんかちょっと酸味を効いてる。でもとちおのと似ててやっぱ中身が詰まってるのね。これ一気にいっちゃうね。入れますよ。脂っこいとか特に考えない。これ普通に2枚いけるわ全然。これ醤油がうまい。またこれビール飲みにはすごい合わせたい感じでしょうね。あ、いいですね。あ、ビール飲んでる人いるわ。焼き飯だよ。またこれが、これなんてお寺？西宝寺。極楽さん。西宝寺。ああ、そう。あら、線香なんかカラフルですね、これ。タイルっぽい。カラフルだ。か、かわいい。上に。え、一番上、一番上。ドミちゃんついてええて。いやいやいや、ドミちゃんそれは恥ずかしいですよ。ちょっとドミちゃん、じゃあ僕つくから映してくれる？マジ。つき心地がいいです。よかったらどうぞ。そこまでしてつかせたいですか？そこまでしてつかせるなと。この度初めてドミちゃんに反抗された。今まで何でもイエスマンだったドミちゃんがここで僕にノーを突きつけた。でも縁結びっていう割には縁結び感全然なくない？ないですね。かっこいいな、キラキラしてる。縁結びの縁っていうのは別にし、あれでしょ、別に異性に限らないでしょ。いい人との巡り合わせ。そうそう、仕事のパートナーとか、まあ、上司ね、取引先もろもろ含め全ての縁だからさ、別に男女とは限らないですよ。だからあの縁切り神社とか行くと、はい、別に男女の縁だけじゃなくて、あのすごい上司が死にますようにみたいなすごいこと書いてる縁切り神社とかありますよ。これ見たいです。総務課と総務課の何々が何々部長と浮気しているのが不幸になりますようにとか。そういうのもあるけど、すごいですよ、あの安井コンピラグ京都の。あ、そうそう、病気と縁が切れますようにが結構多い。あとそのサボりがちなダメな自分と縁が切れますようにとか、そういう、そうそう、そういうのもある。だから縁つっても別に男女には限らない。すごい綺麗。これ六角堂？六角形ですね。おお、五重の塔。これ大宮でいうとこの祖豪ですね。ちょっと分かんない。何言ってるか分かんない。ちょっと何言ってるか分かんないです。ありがとうございます。いただきました。サンドイッチマン。これどっち向き？東、パプってるだったら東なんですね。東？西向きの方がでもあれですよね、都会ですよね。反対側行ってみましょう。こっちが東、西。あれ、テレビ塔あるよ、そこに。何あれ？あれが TBC。 テレビ塔なんてあんの？テレビ塔。知らんかった。あれが天気によって行くか。これあれですね、アーケードでこう。あ、そうです。アーケードが続いてる感じが、これはこれでいいかも。ダメ。のみちゃん、天下持ってます。天下は
俺持ってるわ一回も使ったことないんですけど、はい、あれって使った後、はい、すっげえ虚しくなりません？処理するのとか大丈夫なのその波に耐えきれる波なんかもう慣れすぎてどう思わない慣れちゃって聞いた慣れすぎてってあんたどんだけ天下使ってんの聞きました皆さん天下に慣れすぎてってどういうことダメだダメだこの色ガッパは超越したこのエロガッパ無双始めたぞありがとうジョミちゃん本当今回はありがとうございましたガイド楽しい一日助かったです久々に面白かったですジョミちゃんでしたありがとうございましたじゃあまたまた会いましょうこのエロガッパ